始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバ工場のアンデです。今回はこちらのコースで遊んでいきたいと思います。壁キックしながらの余計ゲーだって、え、面白そう。どんな感じですかね。とりあえず、まあキラーは絶対来るでしょう。まあこのコースの攻略法といたしましては、いつどのタイミングでどういうやつが来るのかっていうのが非常に大切。え、これ壁キックしたらさ、ちょっと待って、あ、そういうことか。左右に壁キックってことか。なるほどね。あ、つららを避けていくってことか。任せろよ、つららぐらい簡単にいなしていくのが俺の素晴ら。わかったぞ。これ上だ。常に上を意識した立ち回りをしていればやられることはな、いや、リカバリーのキック下かもしれない。結局大切なのは下で鮮やかに、そう、鮮やかに笑ってやろう。つらら、つららという存在のように私を映く。マジ集中しろ。ここ強さを証明しろ。俺だってできるんだってところをみんなに見せるんだろ。そうだ、使った。このマリオは初めの時から俺は思っていた。ここ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 戦う。そうだ、俺は学んできた。マリオというゲームは技術、マリオの上手さってのは持てる技術の数なんかじゃねえ。コースをやり続けるど根性なんだよ。もらったぜ。よし、冷静にな。よっしゃ。じゃあ次のコースどうぞ。お、じゃあ次このコースで遊んでいきたいと思います。謎解きの城だって、不思議なことが起こりますって書いてありますね。なんだろう不思議なことって。そして謎解きとは一体どんな謎があるのか楽しみですね。いやでも俺結構謎解き系のゲームも好きな部類ではいたんで、まあまあ得意ですよ。いやこれは多分待ってれば大丈夫なはず。待ってれば何ら問題ないと思う。分かったよ。これ一回こっちに戻るんでしょ。でこっちに戻って進むと、あら不思議、え、なんかありそうじゃない。なんか一個だけ消えたぞ。どういうことだ。一個だけ戻ったな。なんかあると思うんだよ。これでいける。これで多分俺のおまじないが効いたはず。これ分かったぞ。キノコを取っちゃダメなんじゃないか。一回これ叩くか。やべ、いや、やべ、多分これ叩く位置な気がすんな。あのピースイッチをギリギリ映らない場所で叩くみたいな。ここか。どこなら叩ける。ここか。いきますよ。でこっちに戻るでしょ。で今俺はあれです、一回も砲台を映してません。ということはつまり今この先に進んでも砲台はなかったことになってるわけですよね。いや待って、分かった。俺今見逃してなかった。ここだ。これ分かったわ。キノコ取らなくていい。ここです。ここに足場があった。なるほどね。で下にもあるでしょ、どうせ足場がない。え、で待って、これ叩いたら、いや違うね、これ上だわ。もう騙されねえよ。ほらほら、分かっちまうんだよ。分かっちまう。土管があるな。なるほど、この土管が全て。オッケーオッケーオッケー。右と見せかけた土管、ここ、そう、こう壁切りする意味もない。素晴らしい素晴らしい。ここまで全てが順調と言ってもいいんじゃないでしょう。分かってました。こっから投げてやる。そうすることによって、あ、いけると。オッケー、これでゴールに直通なんじゃない。やっぱりな、最高だよこのコース。よっしゃ。じゃあ次のコースどうぞ。お、じゃあ次このコース遊んでいきたいと思います。1の1回キノピオキャプテンバージョンだって。うわ面白そう。あ、キノピオにすればよかったな。じゃあちょっとキノピオに変えてきますわ。皆さん変えてきました、キノピオに。なるほど、多分これに乗っちゃダメなんでしょう。でジャンプ、ジャンプ禁止だから、こいつを早く開けて。サンキュー、よく開けてくれた。オッケーオッケー、ここまで順調。なるほどなるほど、だからまずこれに乗ってしっかりと先に進んでいくと。オッケー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 、ここまで完璧よ。さあ上げていただいていいですか。すいません、ありがとうございますね。ゆっくり、あ、待って、スピードだな。スピードで、でも慌てず、オッケーオッケー、スピードで慌てず、オッケー。でここもスピードに乗るよ。はい、オッケー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 、最高最高最高。え、これどこまで行くんだ。ちゃんと着地できない。オッケー、皆さん戻ってきました。多分これ先頭にいればいいよね。先頭にいればオッケー。さあここから、なるほどなるほど。ちょっと待って、おっぷねおっぷね、あいつ
こいつ危ない。待って、こいつ、え、オッケーオッケーオッケー、帰ってた。ナイスナイス。一回ここで待ってようか。一回この橋で待つ。で、一気に渡ってしまう。はい、ここまで完璧。いや、ゆっくり行けばミス。ミスりませんよ。オッケーオッケーオッケー。なるほど、上に登ってくんだね、これは。上に行きます。で、こいつに乗る。で、ここに乗る。厳しい。オッケー、皆さん来た。やっとここまで来れたぞ。ノーミスで。なぜかって旗のマークがあるん で、ここ丁寧に行けばミスらないんですよ。ここはね、さすがにここオッケー、丁寧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 。さあ、危ない。で、戻ってくるでしょ、そろそろ。これ、え、いつ行け、いつ、あ、スピード。なるほどなるほどなるほど。オッケー、いいぞ。やっと来たね、ここまで。で、ここしっかりと、で、ここもしっかりと置く。で、スピード。オッケーオッケー。待て待て、変に着地した瞬間に終わるから。スピードでバーカ。はい、オッケー、落ちてない。で、ここだな。集中。スピード。いやー、ちまったー。もう何十回目の正直。まず行く。で、止まる。で、ダッシュ。で、止まる。来た。あとは、慌てない。あと、本当に慌てずに階段を登っていけばいいだけ。そう。丁寧でいい。マジで丁寧でいい。ああ、もう何と言われようと。チキンと言われようと、ビビリと言われようと、この腰抜けと言われようと構わない。ゴールすることこそ正義。そこ以外に俺はもう価値なんて見出していない。ありがとう。よっしゃ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。